5月26日1時間目道徳。マザー・テレサはどんな気持ちで老女を病院に運んだのでしょう。コルカタにはこんな人たちがたくさんいますと聞いて、マザー・テレサはどんなことを考えたでしょう。抱きかかえて祈りを捧げるとき、テレサはどんな思いだったのでしょう。マザー・テレサから手渡されてきた愛とは何でしょう。マザー・テレサが私たちに伝えようとしていたものは何でしょう。今日の授業の振り返りを書いてください。5月26日1時間目道徳。マザー・テレサ。Thank you.